阪神タイガース次期監督は岡田氏に内定。阪神の来期監督が2005年にリーグ優勝を飾った岡田彰布氏に内定したと報道された。阪神ファンからは強くなりすぎてしまう、あかん、阪神が優勝してまうわなどといった歓迎の声が多く聞かれるが、かつての言動から不安視されることも多々見られます。まずは西勇輝の FA 流出が加速するだろう。かつて西勇輝に対し10勝13敗なら3勝0敗の投手の方がマシと言及。ローテション候補の一人がいなくなる可能性大だろう。次に中継ぎの国士だ。前監督時代に久保田を90登板させるなど酷使してきた。今季ブレイクした湯浅、浜地などが二の舞になる可能性もあるだろう。最後は現在の矢野監督カラーが一掃され、アットホームな雰囲気はなくなりピリッとした空気感になるだろう。良くも悪くも新生、岡田タイガースになればチームはガラリと変わるだろう。